ノイミー、ノイミー、ノイミー、ノイミー。We are not a girl me! スタート!皆さん、こんばんは。私たち、ノットイコールミーでーす。本日は第150回、ノイミーノイミーをご覧いただき、ありがとうございます。すごーい。あら、キリが良いわね、今日。ねえ、すべく日。ねえ。今回もリモートでお届けしていきたいと思います。皆さん、見えてますか?見てますか?大丈夫ですか?あ、見えてそう。私が一番下だ。せいやん、髪色かわいい。あつひめ。ありがとう。イケイケでございます。いや、もうちょっと始まる前に、飲み物をぶちまけてびしょびしょです。あら大丈夫やばいやばい。てな感じで、本日もやっていきたいと思います。お願いします。はい、お願いします。ナットイコールミーは、指原莉乃さんがプロデュースするイコールラブさんの姉妹グループです。はい、はい。では、自己紹介をしていきたいと思います。本日、進行を務めます、鈴木ひとみです。よろしくお願いします。イェーイ、はい。なっちゃんこと川口なつねです。よろしくお願いします。ねえ。イェーイ、はい。さややんこと谷崎さやです。よろしくお願いします。イェーイ、はい。それでは、始めていきます。合わせるよ、頑張りますよ。はい。行きます。せーの、ナイミー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 、すごい、あった気がする。ね、あった気がする。ほんに、うん、うん、絶対気のせいだって。嘘絶対、あったよ。割といけてるってよ。うん、うん、やったん。やったね。いいね。はい。ナイミーの意味、あ、間違えました。画面の下にあるツイッターマークをクリックすると、その配信をツイッター上に宣伝することができますので、ぜひ皆様ご協力お願いします。お願いします。はい、それではここで拡散スクショタイムに行きたいと思います。はい、ツイッターにね、告知ツイートする写真をね、撮りたいと思うんですけれども、はい、どんな、どうし、うん、どうしよう、どうしよう、どうします、何にします。150回だからさ、うん、3人で150作る。あの、確かに。え、いける?なっちゃんが、私が 1? かな。で、さやが5。あ、そういうこと?うん。いや、あれ?どっちやろ?ひーちゃんが5かな。あ、そういうことか。オッケーオッケー。で、ひーちゃんが上の方に手を5に出して。いけてる?いけてそう。
ポーズまだしています。ただいまです。せーの。はい。はしゃぎ。どうでしょう。そうなの？多分行きたいよね。ただいま。はい。ぜひ皆さんこちらのスイーツにツイートお願いします。お願いします。何事もなかったかのようにね。ね。進めていきたいと思いますが。はい。はい。はい、ということで。まずはこちらの企画からいきます。のえみの日々、はい、私たちのえみの日々を報告していきたいと思います、うん、はい。最近のグループの日々は、4周年コンサートの練習とかですかね。そうですね。確かに。うんうん、ちょうどね、今受付が、一般受付が始まったかなと思うんですけれども、うん、私たちもね、ちょっとずつちょっとずつ練習をして、はい、皆さんに会う準備を頑張っております。頑張ってまーす。頑張ってまーす。頑張ってます。何も言えませんが頑張ってます。そうね、何も言えないね。何も言えませんが内緒だよ。待ってますっていうねことだけをお伝えしたいと思いますが、はい、個人の日々誰から行きます？じゃあ行きます。おなっちゃん。この前さ、ひーちゃんのスマホのホーム画面を見たときに、うんうん、めちゃくちゃ可愛くなってて、うんうん、可愛くカスタマイズしてたらしくて、それがいいなって思って、うん、そしたらひーちゃんが一日休みあったらできるって言ってくれたじゃん。うんうん。そう、だからこの前一日お休みのときに、私もホーム画面のカスタマイズをしたんですよ。おお。そう。それで、おすすめなのはアプリのアイコンとか変えられるんだけど、そうだね、自分の好きな写真、うんうん、私は映画に縛って、うんうん、自分のお気に入りの映画のお気に入りのシーンの写真を、うんうん、アイコンとか写真とかを入れて、そしたらホーム画面を見るたびにめっちゃテンション上がるんだよね。わかる。もうすごい、すごい本当にスマホ見るたびにテンション上がるから、おすすめです。わかる、いいよね。いい、めちゃくちゃ。本当にそれは1日かかるの？なんかこだわったら1日かかるって感じ。私はもうめっちゃこだわって、ね、このページはイギリスの映画、ハリーポッターとか、エノーラホーム、このページはストレンジャーシングス、このページはホラー映画みたいな感じで、しかも色味も統一するように、こだわったら1日かかりました。すごい、私よりすごいことしてるよ。本当？すごいよ。ちょっと皆さんにもおすすめですっていう話でした。いいよね、気分が上がって。そう、私のホーム画面は、うん、私も写真がなんか飾れるようになってるんだけど、うんうん、推しメンの写真と、うん、ね、ジローの写真と、うんうん、なんか白猫ちゃんの写真とみたいな感じですごい、うん、変えれるようにねやるとね、すごいテンションが上がります。なんかさ、何もねカスタムしてないんだけどさ、や、うんうん、なんかさ、何もカスタムしてないとさ、なんかランダムで写真が表示されるからさ、ね、あるよね。なんかそうよね、今のやつね、自分のね、うん、自撮りが表示されてる。わかる。大体自分の自撮りだよね。わかる。あれ何なんだろうね、何の機能なんだろう。ね、なんかあるよね。なんかさ、そう、私もカスタムする前とか、うん、なんかあるんだけどさ、あれさ、友達にさ、なんか携帯見せてる時にさ、表示されて、それがさ、私たちってやっぱ自分の写真が多いじゃん。そうそうそう。でさ、そうそう、自分の顔どうみたいな。恥ずかしい。恥ずかしい。恥ずかしい。ね、気まずいやつですね。気まずい。気まずいから。ね、すごい、やってみようかな。一日あったらできる。うん、一日あったらね、ぜひ皆さんもっていう。なっちゃんの日々でした。でした。さあ、次は、うん、じゃあ、行こうかな。お、うん。はい。この季節になると、問題が起きます。うん、あら、はい、なんだ？こたついつしまう？っていう問題がやってきて、今日めっちゃ暖かくないですか？今日やばい。暖かい。今日やばいんです。今日普通に上着を
持ってたけど着なくてずっと手にこう抱えてたんですけど、うん、すごいそれくらいあったかいけど、でも朝と夜は寒いし、うんうん、でなんか私去年は全然こたつしまってなくてほぼ出してて、うん、ほんと真夏の時3ヶ月くらいしかしまってなかったんですけど、なんかいつしまうのが一番ベストなのかなみたいな、いつなんだろう、うん、私もね今ねこたつ電源入れてないけど入ってしてる。え、わかる、私も電源入れてないけど置いてあって、なんかそのさ、うん、毛布に入るだけでもちょっと暖かくなるし、うんうんうん、そう暑い時はその出とけばいいし、でもそう暑い時は布団に入んなきゃいいって思うんだけど、うん、それでもなんか真夏の時にこたつ出してると見てるだけで暑くなっちゃうからしまうんだけどわかる、まだいるかなっていう方も、いやまだいるよね、寒いもん朝とか。そうね、うん、うん、どうなんだろう、でも昼間めっちゃうん、すごい暖かくてびっくりしちゃったね。え、最近暖かい、昼が暑くて、でも朝と夜は寒いなーって感じるから、うんうん、朝と夜も暖かくなったら、ま、確かに、うんうん、そうだね確かに確かに、ゴールデンウィークくらいかなってね。でも確かに梅雨は寒いよ、だって、うん、あ確かに、もうそれはもう一年中じゃん。やっぱ7月までじゃない？ 7 月、8月、7月、8月、9月でそろそろ衣替えするかって時に出すんだから、やっぱ3ヶ月しかしまえないわ。長くない？長いね。でも梅雨って6月だよね。6月。じゃあ、まだしまいません。しばらく、まあ、同じルートをたどることになりそう。はい、ね、やっぱり成長しなかった。ね、はい、なるほどね。っていう日々でした。じゃあしまったら報告待ってます。わかった。しまったらじゃあ言うね、うん、ちゃんと。うんうん。次さやちゃん。はい、私は見てわかる通りイメチェンしました。うん、おかわいい、明るい、嬉しいです。この部屋今ね激暗なんだけどでもすごい明るい色が見えてるかも。どうですか、うん、明るい、明るいよ明るいから部屋暗いって感じない。え、本当に、うんうん、本当に。え、髪もあんまりね気づかれないんだけどエクステをつけて長くして、え、ちょっと長くなってる、うん、そう、すごいね、イメチェンしたんだけど、すごいこう可愛い髪色と髪の長さと、可愛いって、可愛いとかさ、おしゃれって我慢って言うじゃん、うんうん、それと一緒ですごくね、大変なんですよそう、髪色を維持するのとか、あとドライヤーが30分ぐらいかかる、で本当にね手がこうやってドライヤーしててね、あ疲れたな、次反対の手だっていうのを繰り返して、うん、今ドライヤー筋トレをしてるやばいムキムキになっちゃうじゃん。ムキムキ、ちょうどねこのこういうここがさ確かにぷよぷよなのでマッチョになりたいなってすごい鍛えられそう、いいじゃん、スリムになる、確かにスリムになるかな、なるなる、うん、もうなんならドライヤーに重りつければ本当もう筋トレ自ら、それもさ基本やっぱさ右利きだから右手多めなんだけどさ、重りつけたらさ右ばっかりマッチョになっちゃうかもしれない確かに右だけ鍛えられちゃううん、だからちょっと ね、でもやっぱ可愛いは我慢って言うから、この、うん、なんか自分でもやっぱりテンションが上がるんですよ、髪の長いツインテールとか髪色が強かったり、うん、いろんなヘアアレンジの幅もこう前もロングだったけどより一層広がったなって感じるから、確かにこのなんかおしゃれと引き換えにこう、うん、お家でコツコツヘアケアとか
フライヤーとか頑張りたいなって思います。うん、おー、頑張れ。宣言。宣言した。いいね。なっちゃんは染めたいとか思わないの？うん。思うよ。そうだよね。だってもうずっと黒髪だもんね。そう、染めたことないの。そう、ひーちゃんもなくない？そう。飽きてきた。飽きた？私本当にセイヤみたいな髪色にしたいの。え、しちゃいなよ。なっちゃん勝手に褒めてくれたよね、セイヤの髪色。本当に染めて次の日に、あ、私の理想の髪色だってめっちゃ言った。うん、じゃあセイヤの髪の毛こうやって当てて。こうやって当てるよ。こうやって。うん。ね、髪の毛ね、うん、いろんな色にするのも一つの楽しみ方でいいと。うんうん、いいと思う。でもほんと大変だよね、うん、管理が。大変。え、二人の髪が明るいのとかもいつか見てみたいなって思う。いつか。どうしよう。いつか。いつか。あと何年後か。いつかを待ちましょう、皆さん一緒に。いつかね。気が向いたらしようね。否定して。うん、はい。ということでね、以上、ナイミの日々でした。イェーイ。はーい。はい、続いては、ノイミーのメモ！おー！メモはですね、なんか自分表彰式って書いてあるんだけど、うん。なんだ？表彰するらしい。お！自分のことを。そう！なるほど。なんでもいいらしい。なんでもいい？何でもいいんだ。頑張ったこととか、するので、うんうん、自分は、何々賞っていう、賞を自分に捧げるらしい。確か。わかんないけど。え、誰が出すか？じゃあ行きます。まっちゃん行く？うん。じゃあ、まっちゃんの自分で、うん、あ、自分表彰式です。じゃーん、じゃーん、じゃじゃーん、じゃーん、じゃ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 ん、じゃーん、じゃーん。川口夏音は一番いろいろなコスプレをしたでしょう。おー、確かに確かに確かに、いろいろな人や物や何かになりました。本当にね、うん、あのね、ファンの皆さんはなっちゃんのお話し会見に行ってほしい。お話ししに行ってほしいっていうのもあるけども、見に行ってほしい。お話もぜひ鑑賞用みたいなって、うんすごいから。毎回ね、すごいんですよ。そう、見せたくて、みんなのところにわざわざ会いに行ってるもん、メンバーの。うん、見てーって。そう。追いかけてくるもんね。ね、うん。本当にね、うん。すごい、笑って終了とかあるだってよ、なっちゃんの話し。ね、本当に。歩く美術館も。なんかさ、その、今までやってきた中で、歴代で、こう、めっちゃ、うん、良かったな、自分的にとかファンの方的にこう評判が良かったみたいなのあるの？なんだろう、でもそれこそ笑って終わったっていう回数が多かったのはサザエさんかも。一番笑われた気がする。いや本当におしゃれっていうかもさサザエさんをやろうって思うところがすごい。そういう考えに ならないから、うん、まずなんかさ、うさぎさんとかさ、うん、なんか、なんだろう、メイドさんとか、そういうのをさ、多分着る子は多いけどさ、サザエさんやろうってなる子たまに、あんまなかなかレアだと思いますよ。え、あとさ、なっちゃんの、なんか今すごいメンバー断層してるけどさ、断層の始まりはなっちゃんだよね。そうだよね。え、そうなの？そうだよ。一番最初は私のは。うん。そう、断層の、最初はなっちゃんだから、すごい、でもめっちゃかっこいいからさ、イケメンさん、イケメンさん、ちょっと流行を作りました、ノイミーの。すごい、さすがです。やったーでしたね、さすがでございます。じゃあ次は誰が表彰します？じゃあさや行こうかな。お、表彰します。はい、これ歌もね、歌うね。じゃあぜひ、あ、OK、表彰するじゃあ。いきます。じゃーん、じゃーん、じゃじゃーん、じゃーん。
じゃん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 。谷崎さやは脱お部屋でしょそうじゃん、最近ずっと言ってるよね。本当に部屋が綺麗になりました、うん、よかった。部屋が綺麗なことってマジで大事だと思う。本当に、うんうん、もう本当にね、部屋が綺麗で、最近掃除グッズとかをね集めるのも好きになりつつあるぐらい。え、本当にさや、うん、これ。え、さやだよ。え、そうなの。ちょっと髪色も変わったし、さやじゃないかもしれない。待って。偽物かもしれない。偽物かもしれない。本当に、なんか、うん、部屋が、こう、今まではもう、例えば、アイロンとかさ、ヘアアイロンとかあるあるだと思うんだけど、もう、うん、何でもかんでも、置きっぱなしとかで家を出ることが多かったの。わかる。そう、うん。帰ったら片付けよう。って思って、でもその買ったら片付けようが結局やらないっていうのもすごい学んでたから、あのね、そういうのも変わったの。お家に出る前に全部片付けてからお家を出るし、あのね、ね、綺麗だよね。なっちゃんね、来てくれたことあって、綺麗だよね、さやの。え、綺麗、めっちゃ、え、いいの、めっちゃ綺麗嬉しいいいなぁ。そう、綺麗って言うから、見せてよって言ったら、うん、でも来た方が早いよって言われた。なので乗り込みたいと思います。ねえ、来て、本当に。突然。突然。訪問。訪問してますって。なので、そう、皆さん本当に人間は変われます。頑張ってください。やばい、名言。やばいやばい、結構すごいよ。もう実際にやった人が言ってるから、これなかなかの説得力ですよ。うん、あの、さや今メンバーに借りた服を返す習慣始めてて、うん、じゃあ私の前メロ返ってくるじゃん。あのね、ちょうどあとなっちゃんとひーちゃんだけなの、返すもの。え、そうなの。そうね、2人のやつももう返却用に袋詰めまでしたから、もうちょっと待っててください。さ、マイメロ、マイメロ、マイメロもうちゃんと選択した、もう一回。え、マジありがとう、嬉しい。返すね、ちょっとお待たせしました。2年越しぐらいになりました。そうだね、もう忘れてたから、もはやちょっとこれから ね、そういうのもピュンピュンって貸し借りしたらすぐ返せる人になる。おー、すごい、大人の階段登ってる、ね、登った、うん、素晴らしいです。です。じゃあ最後、すごいな。ひーちゃん。はい。いきます。はい。じゃーん、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 じゃーん。鈴木ひとみ、生きてて偉いでしょ。ねえ。おー。おー。おー。これは、あの、年度末になると、うん、あの、全員に表彰される賞です。人類。そうなの？そうなの？そうだよ、みんなに、うん、みんなに、あの、もらえる賞。おー、ね、欲しい。呼吸をしてて偉いですっていう意味です。うん。うん。やっぱりね、呼吸するだけで疲れると思うんだよね。だからね、すごい毎日をね、うん、毎日を頑張って過ごす、うん、過ごしてきた皆さん偉いでしょうっていう賞です。うん、偉いです。本当に。みーちゃんだけじゃなくて、もうみんなだね。あ、そう、みんなに来る賞。素晴らしい賞だ。素晴らしい。そうだよ。本当にすごいと思う。うん。うん、以上です。最近ね。最近インスタでね、なんか家出ただけで偉いっていうね、うん、エフェクト見つけたの。何それ間違いないよ。ね、家から出ることって相当じゃない？うん、偉い。結構すごい。うん。なんか使っていきたいなって思った。お、待ってるよ。みんな偉いね。ね、偉いです。イエーイ。はい、ということで、以上の意味のメモでした。わーい。はい、では、今日はこちらの企画をやりたいと思います。うん。祝、ノイノイ150回、
思い出の企画をやろう。はい、今回でこちらのノイミの意味は150回ということでですね、すごい、うん、そう2019年10月から始まりまして、うんうん、いろんな企画をやってきましたけれども、うん、今回はその中ではみんなが覚えている思い出の企画をこの場で即興でやっていきたいと思います、おー、すごい、何でもありスペシャルだ、うん、そう、皆さんもやってほしい企画があったらぜひコメントしていただけたらと思うんですけど、ぜひぜひ、そう、なんか台本にねこんな企画やりましたよっていうのちゃちゃ書いてあるんですけど、うんうん、私、うん、これやりたいのが一個あって、何？ 99% アンケートがやりたいです。何それ、いや最近だよね、やったことない。これは、うん、自分が1対99になるだろうなって思うアンケートを考えて、うん、皆さんに視聴者さんに問いかけるんですけど、実際にアンケートをして、うん、一番1と99に近かった人が勝ちみたいな感じだった気がする。うん、そうだった。そう、これ ね、 いいね、結構問題が大事なんですよ。すごい。え、じゃあいつやったの？でも最近、ね、割と、うん、半年、まあ、1年以内だと思う。うん、じゃあ代表してひーちゃんがさ、うん、やってみてよ。1対99になるように、ね、どうしよう。ちょっと待って、問題がさ重要じゃん。問題重要だね。私前回なんていう問題出したんだっけな、うん、あ、でもね、なんだっけ、うん、鈴木ひとみでアンケートしたやつやっけかって書いてある、ね、鈴木ひとみか鈴木ひとみじゃないか。そう、何これ、私一緒だったよその時ひーちゃんと。そうなの。え、そうで、ももきゅんもいたの。ももきゅんがおもろかった記憶があるって言われてる。ももきゅんなんだっけ、なんだっけ、どうしようかな、何がいいかな、なんだろう。1対99。あ、じゃあ、行きます。はい、お、書いてます、真剣。なんだろう。嘘ついちゃダメですよ。あ、ももきゅん、私が一番可愛いっていうアンケートだったんだ。あ、そうだ。で、これでいってみます。お、お、いける気がする。いきます。はい。じゃん。今、コーラを飲んでいるか、飲んでいないか。だっていけそうな気がする。これ、嘘つかないでね、みんな。そうですよ、うん、飲んでる方は何だろう、1かな、飲んでない方は2かな、うんうんうん、これアンケートしてくださるんですかね。もう今でね、今、そう、今投票スタート、えい、行くのかな、できる、あ、行けてる、お、飲んでる人1、ね、じゃあ私は 2, 1が2でいいのか。そう、飲んでる人は1、飲んでない人は2でお願いします。投票してみる。投票しました。今です、もう今ノイノイを見ながら飲んでる人。そう。嘘ついちゃダメだよ、バレてんだから。これさ、何 ?99、え ?1% だったら成功ってこと？そう、1が 1% で2が99に近かったら成功。では、締め切りまで。5、4、3、2、1、終了。ねえ、どうだろう、コーラですからね、ちゃんと。あっ、あっ、ほんとに嘘じゃ、みんな。こんな飲んでんの、嘘でしょ。ほんとに 15.7% もいる。ねえ、みんな飲んでんの。じゃあ食レポしてよ、どんな味する。あ、それか、今コーラ取りに行ったんじゃない。じゃあ反則ですけど、それダメだよ。あー、でも割と、私の前回の時よりは多分いけてる気が、わかんないけど。うん、前回、鈴木瞳 30% ぐらいいた気がする。いたよね。怖すぎない。っていう企画でした。おー、いいね。面白い。ね、面白いんだよね。これ好きなの、この企画。確かに、皆さんもね、参加できるし。そう。楽しいね。楽しい。で、皆さん。
あ、なんか確かにさややってないからやりなよこれ。確かにやってないよね。やってない、やったことない。え、やってみなよ。口頭でもいいよ。好きな、あ、 1% の人を狙えばいいんだよね。そうそう。好きな食べ物は、一番好きな食べ物がグミの人。え、いっぱいそうだよ、いっぱいそう。え、一番なんだよ。え、好きな食べ物ってさ、なんかいろいろあるじゃん。こう、ある中で、私はもうグミが、この世の中に、生涯、一個しか食べ物食べれないってなって、グミを選ぶ人だよ。それは、確かにいけそう。いけそうな気がする。じゃあ、投票してみる？うん。あと、グミの人が、どっちにしたいな？ 1？ グミが好きな人が1、違う人が2。いけー、うん、あ、生まれてからグミしか食べたことない人。ね、もはやゼロかもしれん。ねえ、それはゼロ。それはゼロ。え、待って、いい感じ。いい感じだよ。もう一生、あと1個しか食べれないってなってグミを選ぶってくらいの人ってことでしょ。そう。いけそうだよ、これ。やばい、やばい。うん。じゃあ、カウントダウンしますか？うん。5、4、3、2、1、ドン！いけー！どうだ？どうなの？あー！でも近い！うん、近い！惜しい！惜しい！グミ好きな人意外と多いんですね、1番っていう。多いね。うんうん。本当に？もうママの作った味噌汁とかじゃなくてグミなんだね。ね、みんなグミなんだ。グミなんだ。そうなんだ。でもすごい。上手。すごいね。これ楽しいわ。でしょ、楽しいんですよ、これ。すごいね。ママの作ったグミ。ママ作ったグミ。どないどないが。へぇ、あ、確かに50、50も面白そう。あ、でもその企画じゃ、なっちゃん50、50ね。え、やりなよ、なっちゃん。50、50？ 50、50のがむずいけどね。確かに。割と、もう、お寿司と焼肉とかさ。確かに。キノコ、タケノコ派みたいなもんだよね。あ、そういうことか。あ、そう。待って、どうしようかな。あ、これは2020年4月にやった企画だって、50、50。え、やってるんだ。やった気がする。じゃあ、うわー、すぐに思いつかないね、これって。そしたら夏か冬かとか。あー、確かに確かに。でも冬多い。ちょっと面白いの、ショートかロングか。あー、好きなタイプ。ショートかロング。じゃあ、うんうん、そしたら、じゃあ、じゃあ、自分の、どうしよう。やっぱ何？どうしよう。思いつかない。何がいいかな。さっきね、コメントにね、スキピか推しメンかって書いてあった。どう？これ何？これはむずいね、ちょっとね。皆さんどうなんですかね。選んでもらいたいけど。待って、夏ね、おは夏をってきてるよ。これ夏をが勝ちそうなんだけど。え、じゃあそれにしようかな。じゃあ私も投票するわ。本当は。じゃあ1番が夏ねで、2番が夏をでお願いします。はい。それでは投票スタート。1番が夏音だよね。うん。で、2番が夏音。50、50を狙ってます。え、でもなんか良さげじゃない？え、本当？あれかな？女の子が夏音が好きで。いい感じ。ね。じゃあカウントダウンしますか？おー。そうだね。5、4、3、2、
終了。あー、どうだ、どうだ、惜しい、でもすごい、夏目が勝ったよ、やっぱり夏目の勝ち、夏目勝った、やったー、ありがとう私も夏目に入れた、ありがとう。せいやは夏尾に入れた、ねいける夏尾が、でもよ よかった、あの割とフィフティフィフティに近かった、すごい ね、で面白いなんじゃないこれ、上手ですね、面白い、これ面白いね、面白い。じゃあ他になんかやりたい企画、うん、どんな企画ありましたかね。なんか、うん、あのさっきの自分表彰式にちょっとかぶっちゃうんだけど、うん、ノイデミー賞って企画、私めっちゃ好きで、あ、なんだっけそれ、どんなやつだっけ、もう自分がアカデミー賞に受賞された時の海外セレブみたいな感じでコメントするみたいな、うん、じゃあそれ なっちゃんやりなよそれなっちゃん得意そうじゃん、ねえ、そうだね、やろうかな。何表彰されたい？何表彰されたいかな。でも多分めちゃくちゃしょうもないことで表彰された方が面白いじゃん。じゃあ分かった。何？じゃあ私とさやで質問というか、じゃあ記者みたいな方やるね。うん、あ、オッケーオッケー。じゃあ、いきます。うん。第150回ノイデミー賞受賞者は、川口夏目、おめでとうございます。こちら表彰のトロフィーです。おめでとうございます。この度はこの度はバレンタインのバレンタインのメンバー顔チョコレートの作品が受賞されましたが、お気持ちいかがですか。バレンタインはたくさん時間かけて、6時間かかりました。6時間もかかったんですね。すごいです。6時間かかったものをこんな風に表彰してもらえるなんて。そう。マイクあんのよ。I'm happy. I'm happy. Happy. おめでとうございます。やっぱり。やっぱりその一人一人の顔の特徴とかそのを、はい、あの 見たりとか研究するのってやっぱり大変なんですかね。そうですね、うん、あ、日本語なのが無理うん、そうなんですよ。あのみんなのあ、エブリバーみんなの、うん、写真を見ながら顔のパーツ and その立体感、目の位置、いろいろ研究して作りました。あ、素晴らしいですね。ありがとうございます。じゃあ、これを用いまして、フォトセッションの方に移りたいと思います。はい、こちら、お願いします。さやプレスです。お願いします。はい、はい、パシャー。パシャパシャパシャー。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 次、こちら。パシャパシャパシャー。パシャー。あ、こちらです。神手です。あ、パシャ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 。あ、素晴らしい。ムービーの方いただいてもいいですか。ムービーのありがとうございます。 Thank you. ありがとうございます。何これねえ、そんな企画じゃなかったよってあの言われてます、どういうことでしょう。違うこれなんか新たな企画になりました。ぜひ企画にしてください。すごい、あのなっちゃんがね、なっちゃんが得意な企画ということで、ちょっとみんながやるの、ね、結構
みんなやらないから力が必要です。やらないね、うん、結構なっちゃんだからここまで上手にできたみたいなところありますね、うん、はい、ということでね、以上思い出の曲をやろうのコーナーでした。イエーイ、楽しかったです ね、うん、ね、はい、ということでエンディングでございます。どうでした皆さん、もうなんか好きな企画をねやれた回でしたけれども、うん、うん、すごい、だって150回ってすごいなって思った。なんか1週間に1回で150だもんね。だからいや昔くじ引きで全部選んでたのすごい思い出した。あー、覚えてる？え、そうか、くじ引きだったかも昔。昔あのノイノイって出演メンバーを、うん、あの次週のメンバーをその週に出てた子がくじ引きで引いてメンバー選んでて、そうだったかも。そうだよ、それで懐かしい。初週、うん、初週一回、第1回目全員でやってタイトル決めたじゃん、うん、で、2回目のメンバーが4人でくじ引き引かれて、うん、記念すべきあの回に出演したのをすごい思い出しました。そうじゃん、へぇ、うん、くじ引きだった、4人だったもんね。そうで、自己紹介とかすごいしたから、うん、なんか改めて4年経ってみんなの自己 PR みたいなの聞いてみたいなってすごい思っちゃった。自己 PR ね。うん、最初ね、そうでしょ、自己 PR したもんね。出した。確かに。やばい、次週それやりますだって。次週の誰なの？あれでしょうということでね。はい、うん。告知の方に行きたいと思いますが。まずはこちら、ノットイコールミフォースアニバーサリープレミアムコンサートの一般先行チケット受付がスタートいたしました。はい、ファンクラブ先行が終わって次は一般の先行ですね、はい、で3月31日の2時と6時から2公演国際フォーラムホール A にて開催されます、うん、ぜひ皆様3周年コンサートと同じ国際フォーラムなんですけれども、また、うん、はい、違った大人の私たちをぜひ目に焼き付けに来てくださーい。お願いします。お願いします。お願いします。そして、はい、行かないジョイ2023が富士急ハイランドコニファーフォレストにて7月29日と30日に開催が決定いたしました。はい。はい、今年もね、夏のね、思い出をね、ぜひ、一緒に作りましょう。楽しみましょう。やったー。そしてそして4月の12日に Not Equal Me の6枚目のシングルの発売が決定しています。はい、どんな曲なんだろう、どんな衣装なんだろうってドキドキしながら待っててくれるととっても嬉しいです。お願いします。お願いします、はい、そしてそしてもう一個、今夜23時からフジテレビ2にて Not Equal Me 先輩もっと教えてくださいの放送があります。なんとね、これ全員出演させていただいたあの読売ランドでの公開収録のね、うん、様子の昼の部でして、うん、なんかさ、予告の動画見たけどすごい面白かったマジでなっちゃん、そう、ちょっとね、そう、ブラミルとね、あのブラミルちゃんが侵入してもう破天荒な回になってますので、はい、ぜひぜひあの回収録来てくれた方も来れなかったよって方も見ていただけると嬉しいです。お願いします。お願いします。はい、それでは最終ランキングの方を確認していきたいと思います。はい、はい、5位、夏男の祖父さん、ありがとうございます。おじさんかな、おじさん、ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。じゃあ漢字読めない第4位、うん、コルベさん、ありがとうございます。ありがとうございます。3位、まさとさん、ありがとうございます。ありがとうございます。2位、たかひろさん、ありがとうございます。ありがとうございます。
じゃあ1位みんなでいきますよ、うん、せーの、お茶おいしいさん、ありがとうございます、ありがとうございます、ありがとうございました。はい、ふゆみの意味は毎週金曜日の19時から配信中です。見逃さないためにも画面のハートマークを押してお気に入り登録お願いします。出演メンバーは決まり次第お知らせいたします。番組の感想はハッシュタグのいのいでツイートしてください。よろしくお願いします。お願いします。では最後にこの企画、もゆみのメモ、次回のメンバーにねメモを残していきたいなと思うんですけど、うん、何がいいかな、なんだろう、まだ3月ですね。そうだね、3卒業シーズンじゃん。うんうん、だから何か卒業します宣言。お次に次の1年間で何か自分ここをそれこそお部屋を卒業したいみたいな感じってことでね、うんうん、そうそうそう、なるほど、いい、ね、何かね発表してもらいましょう。じゃあ発表してもらいましょう、うんうん、いいね、やだ、はい、ということで皆さんぜひメモがねちゃんとやれてるかぜひ皆さん見ていただけたらと思います。はい、それでは今週ののいみのみこれで終わりです。それでは以上のったいこおりでした。またねー、バイバーイ。